どうもこんにちは、春菊くんです。今回はですね、鮭のホイル焼き作っていきたいと思います。まずはね、玉ねぎスライスしていきます。繊維に沿ってね、切ってあげてください。あとしめじの方は軸を落として小房に分けておきます。あと大葉は軸を落として用意しておいて、レモンはスライスしておきましょう。レモンスライスのね、詳しいやり方についてもね、動画上げてますので、よかったらそちらも見てみてください。具材こんな感じでご用意してます。あとはね、アルミホイル大きく敷いてもらって、そこに昆布ですね、ちょっと小さくカットしたものを乗せておいて、そこに玉ねぎ乗せていきます。あとは大葉を並べてあげますね。使う具材はね、自由なんですけど、今回は私のおすすめになってますね。あとはね、今日生鮭乗せていきます。まああんまりね、油が多くついてない方がいいですかね。少しツヤのあるようなもので選んでいただけるといいと思います。あとはしめじ一緒に添えてあげます。しめじもちょっと完全にはばらさずに、こんな感じで束になってると最終的に見た目も綺麗かなと思います。あとはお塩ちょっと軽く振ってあげましょう。ちょっとした味ですね。あとはバターちょっと添えてあげます。バターかまあマーガリンかですかね。で最後にレモンを添えまして、これで具材は準備 OK。 仕上げに料理酒をかけます。ここはまあ白ワインでも OK ですね。これだとアルミホイルで包んでいきたいと思います。包み方としては、まずまあ鮭に合わせてね、横で折ってあげるんですけど、結構ここギリギリで十分なので、両側から寄せて集めてもらって、あとは一回まっすぐに整えていきます。あとちょっとこの余ってる部分を巻いてあげるだけで OK なので、くるくると巻いてあげて、これでね、閉じることができますかね。上少し空間を空いたような状態で全然問題ないので、これで OK です。あとあと開きやすくて便利ですね。あとはこのまま今日は蒸していくんですけど、こうフライパンに並べてもらって、あとは蓋をして加熱するだけって形になってます。蒸し時間はね、中火で4分、弱火で7分で OK です。蒸したものをね、じゃあちょっと開けてみたいなと思います。両側のね、巻いてた部分火を弱めてもらって、あとは開いてあげたら OK です。わーおー、バターのね、ちょっとコクのある香りと、それをちょっとまとめてくれるちょっとレモンのね、爽やかな香りとかしてますね。あとはポン酢をさっとかけて、これで完成になります。これはね、本当にもう最高に美味しいので、もう絶対に作ってほしい一品となってます。皆さんも作ってみてくださいね。バイバーイ。